はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっそーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、病院の先生がね、毎日ね、もう膨大な患者さんらをね、診察しているにもかかわらずね、風邪をひかない理由っていうのがね、あるんですよ。それはね、何かと言いますとね、患者さんを診察するたびにね、マスクを変えてるらしいんですね、っていう情報が僕に入ってきたんですけども、そのでも中にはね、マスクしてない先生もいてるんですけども、まあ、そういう人らも含めて、今からする話をね、聞くとね、そういうことかって納得できると思いますんでね、よかったら最後まで聞いてください。まあ、タイトルでもあるんですけども、その、まあ、マスクしてる先生らはね、まあ、多い人だと思うんですけども、1日にね、20枚はね、使っては変えて使っては変えてってしてるみたいです。それでもこの患者さんからね、もらってしまう風邪というのはありふれた病気なんですけども、油断せずに基本的な予防法をね、徹底して細かいリスクをこう潰していくのがね、大切のようです。マスクの調査をしたね、その製薬会社のエーザイってあるじゃないですか。そこの調査によりますとですね、このマスクをしているその調査した人の7割もの人がね、マスクを正しく使えてませんでしたという結果になっているらしいんですよ。マスクのね、誤った使い方のね、例としてですね、このウイルスが付着したマスクのね、フィルター、ここね、フィルター部分を触ってしまっているっていうのが、43% の人が多かったですね。で、まあ、マスクを外した後に、手洗いができていないっていうのが 54% の人だったらしいんですよ。マスクの付け外しはゴムの部分だけを持って行うっていうね、ルールもね、あるんですよ。で、特にマスクを外すときには、ここには絶対触ってはいけないっていうね、こともね、ありますし、そう、なのでね、マスクを外すときにね、ここ触ったあかんから、ゴム紐のとこだけを持って行わなければならないわけですよ。この紐ね、これ。これここね、まあ触りますけど、ここの部分もそら触っちゃうんですよ、ついついね。そう、まあこれができない人が意外と多いんですよね。まだね、マスクはね、使い捨てがね、基本です。まあ、それはね、皆さん分かってると思うんですけど、本当に使い捨てじゃないとダメです。それなのにね、その先ほどお話しした調査の続きではですね、まあ、2日以上同じマスクを使ってるとね、答えた人がね、 17% もいました。衛生的ではありませんよね。このアメリカのね、ミネソタ大学の研究ではですね、このインフルエンザウイルスがですよ、この衣服や紙、あるかな、ペーパーね、こういう紙あるじゃないですか。そんなのね、まあ、繊維とかもそうですけども、そんなの上ではですね、8時間ほどはね、生存していると、生存が可能だということはね、分かっております。ということはですよ、マスクについた、このね、マスクについてるウイルスがね、次の日もね、生きてる可能性はね、すごい高いんですよね。まあ、その風邪やね、インフルエンザっていうのは、飛沫感染っていうのと、あとね、接触感染かっていうのね、防ぐことが重要なんです。飛沫感染っていうのは、そのくしゃみや咳でね、こう、バッてこう出てきて排出された飛沫中の、この、バーッと飛んでる中のウイルスをこう吸い込んでしまうことによって起きますので、それはね、もうマスクで防げます。で、接触感染っていうのはですね、ウイルスがついた手でね、この自分の鼻や口や目とかをね、触ってしまうことで起きます。まあ、お顔を触ってしまうことでね、起こってしまうんですよ。なのでね、指先にね、ウイルスをつけないようにしましょう。むずいっすけどね、なんかね、そんな。まあでも、その先ほども言いましたけど、マスクはゴム紐の部分をしか持ったらあかんよっていうのは、そのためなんでしょうね。正しい外し方としてですね、こう持って、まあ、こう持って、こう外します。こう外します。さらっとマスク外してしまいましたけど、
だからここの部分は触ったらダメなんですよね。今もね。これは綺麗なやつ、先変えたばっかりやから、また使いますけど、外出てないんで、これをこのままゴミ箱に捨てるというような、やり方がベストらしいです。結構ね、病院の先生らも、看護師さんらも、マスクを付け外するときはこうやって付けて、で、こう外して、このままポイって捨ててるのがね、すごいよく見ますよね。はい、マスクまたつけました。別にね、僕今家で一人でおるからマスクつけとかんくてもいいんですけど乾燥がすごいんで、本当にそれもつけてる理由なんです。常にこのね、動画撮りながらも咳込んでることもあるんですよ。乾燥がすごくてね、あと口も乾くからすごい嫌なんでつけてます。まあそれちょっと置いといて、まあ、話は変わるんですけども、まあ、先ほどのね、ミネソタ大学の研究ではですね、金属、とか、プラスチックあるじゃないですか。あとは、その、まあ、表面が滑らかなところについたインフルエンザのウイルスがね、24時間から48時間は生存が可能だということが分かりました。なので、例えばですよ、電車やバスのつり革、エレベーターのボタン、ドアノブ、ね、階段の手すり、オフィスの電話、ね、そういうね、表面がツルツルしているところで、まあ、不特定多数の人がね、触るものにはですね、注意した方がいいと思います。まあ、エレベーターのボタンをね、押すときには、この指を曲げて、この第二関節で、こう、押すと。ね、なるべくこのボタンみたいな丸いボタンがあったら、この端っこの方をね、ポンと押すとかね、いうようにね、そう注意するとかですね。まあ、ドアノブ回すときでも手のひらや、この肘で回すとかね。それこそ指先に触れないようにした方がいいよとかね、いうふうな例も挙げられてますね。あとまあ、役所はね、銀行とかでね、こう書類を書くときとかあるじゃないですか。その時に、そこにある備え付けのボールペンとか使うのもね、心配やったら、その、まあ、自分でね、マイボールペンをね、持っていくっていうね、ようなこともね、しとけばね、いいと思います。まあ、周りからはね、もう潔癖症かってね、言われそうですけどね。もう潔癖症の人はそうしてるでしょうね。そんだけ予防策として、心掛けてることがね、他の人よりも多いから、まあそういう人は風邪ひかないでしょう。あとまあその他にもですね、表面がツルツルしていて、不特定多数の人がね、触るものといえばね、硬貨ですね。お金。100円玉とかね、500円玉とかですね。まあ買い物した時にね、もらうお釣り？そう、お釣りの中に硬貨があるじゃないですか。100円玉、200円玉とかね、5円玉とかあるでしょ。その硬貨にですよ、ウイルスが付着してるかもしれないので、キャッシュレス、今のキャッシュレスで、ね、ペイペイとかあるじゃないですか。そんなんでね、決済した方が、風邪予防になると思いますよね。だから買い物行くときは、マスクをして、商品を下げるときは、まあ、ゴム手袋をなんかしてみて、キャッシュレス決済したらね、完璧ですね。何も触れなくて済むっていうことでね、風邪を防ぐことができるかもしれないですけども、まあ、でもゴム手袋に関してはね、変な目で見られそうなので、やめときましょう。マスクのね、使い方はね、真似してみてください。本当に取り付け外しのは紐を持つ。で、こうやって取るよ。で、このまま捨てる。で、新しいとき、まあ、つけるときにも、ここを持って、こう、つけるというようにね、すればいいと思います。で、ここは触らないようにしていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。